はいこんにちは、えー。刑法完全攻略講座第一回の講義を始めます。担当講師のソリマです。よろしくお願いします。はい、えー、刑法完全攻略講座ということで、えー、今日まず第一回ですので、えっ、ー、とまず講座のですね概要を説明したいと思います。えっ、ー、とこの講座はですね、えー、過去問を扱って過去問を題材として、えー、解説を進めていくという形になるんですけれども。 年度ごとに過去問を並べるのではなくて、刑法のです、ね、体系順に過去問の問題を並,びか並べ替えてで、体系順に解説していくとで、この講座を受けることによって、刑法の体系的な理解ということの総復習になり、かつ過去問の検討分析ということも実施すると。 えとまあ、受験との関係で考えると総復習、総まとめに位置づけられる講座だと思います、えーまあ、この講座、あの同名の講座で、えー、と刑事訴訟法の方も、えー、開講しておりますけれども併、えー、せて、えー、刑事系科目については受験前の、まあ、この講座により完成を目指すということになりますね。 でえー、扱う過去問はと令和3年までの過去問を全問題扱う予定ですで、えー、まずテキストなんですけれども司、えー、法試験体系的問題解析、刑法、えー、とこれが、えー、と別冊というか別売りのテキストになりますで基本的に、えー、とここに収録されている過去問こ,こ,、えー、とこのテキストに基づいて扱っていきます、えー、なのでこのテキストを用意していただくと。 でえー、とこの講座の受講生用に配布,配布レジュメとして、えー、とまず刑法完全攻略講座資料編という冊子ですねでこちらはあ、えー、過去問の説問とです、ね、出題趣旨採点実感等全、えー、年度について収録していますで、えー、と全ての問題について、えー、受験生の再現答案もつけてあります なのでこの1冊でも、ね、資料として司法試験の過去問の資料としてかなり有用性の高い資料になると思いますので適宜、この問題とかも出題趣旨とかもこれで参照しながら進めていこうと思いますでもう1冊が過去問解析レジュメ神経口問題編とこれも冊子で配布していますお手元を確認してください えっと、テキストの方、先ほどの、えー、と書籍のテキストの方ですね、平成29年までの過去問はすべて、えー、とこちらのテキストに収録してある、えー、掲載してあるんですけれども、えー、平成30年以降ですね、えー、のお過去問については、 えとこちらの別冊レジュメ、えー、解析レジュメという方にえっ、ー、にこちらは年度ごとにまとめて収録してあるので、えー、この講義ではあくまでも体系順に進めていくので、えー、体系順に進んでいって当該論点が、えー、平成30年以降の問題でもし出題されていればこちらのテキストを、えー、参照すると、えー、なので、えー、適宜こちらも使いながらいくので、えー、と両方ですね ここれとこの書籍の方とこのテキストの方、両方、手元に置,き置いて、えー、と講義を聞いていただけるといいと思います、えー、へご存知の通りここ数年ですね、えー、近年ですね、えーまあ、平成30年以降の刑法の問題では出題の形式が変わってですね、えー、説問形式と。 おお設問形式、証文形式という問題になっていますので、ええー、まあそちらをこっちのテキストで収録しているっていうようなああまあそういう区分けになっています。なので神経構問題編というタイトルにしてあります。はい、でもう一冊がこれもレジュメの冊子で配布しています。講義ノートでこれもえっ、ー、と。 この講義でね、解説をする際の番書図、これ、あらかじめ冊子にして、えー、お配りしてありますので、解説の際に適宜、これも示しながら解説していこうと思いますので、これもお手元に置いておいてください。はい。で、えっ、ー、と、ちょっと補足で、先ほどのこの神経口,、えー、神経口問題編というレジュメの方ですね、えー、このレジュメについては、 えと2ページ開けていただくと、えー、概要、レジュメの概要について解説してありますので、えー、と2ページですね、えーと、ちょっとここも参照していただきながら、えー、とこれ、第1編、第2編、第3編で、一応 3,、えー、と3つの編に分けて、えー、構成しています。 でえっと、過去問の解析を収録したのは第2編ですね、だからあこの講義では主にこの第2編を参照していきますけれども、えっと、第1編の論文式試験対策というところ、えー、これは、えっとまあ、その試験問題に対する対策、まあ、総論的なね、えー、試験対策的なあところを、えー、書いてありますので、で特に、えー、と先ほども言ったように、ここ数年は出題の形式が変わって、説問形式ということになっているので、この説問形式の説明、えーえー 出題に対する、まあ、方針です、ね、をここで書いてありますのでちょっと、ね、そのテキストの方にも第1編はあるんだけれどもテキストの方も第1編は刑法答案第1章、刑法答案作成要項と。 ということで、まあ、答案の書き方、総論的なことはここに書いてあるんですけれども、これは、あの、お時間があるときに目を通しておいてください。で、えー、先ほども言ったけれども、平成30年以降の設問形式の問題に対する対策という観点から、これを、えー、と、こちらに書き足してある、そういうイメージです。えー、なので、えこれはお時間あるときにね、目を通しておいていただいて、まあ、適宜この講義の中でも、えー、と、言及していこうとは思いますけれども、はい。 で,、えっと、で第2編が過去問解析で、で第3編、えー、これ論点解析というタイトルにしましたけれども、えっと、これはですね、近年、あのー、最高裁の判例が、重要判例が出た論点については、テキストの、まあ、解説を 内容を改定して、ですねその最新判例を反映させる最新判例を反映させる形で内容を改定してある、過失してある部分がありますので、そういった論点について、この第3編に掲載してあります、まあ、具体的には正当防衛の旧白性の要件のところの最新判例とあと、財産犯の詐欺罪ですねについての最新判例、この辺を収録してますので、これもあの講義の中で、 えと全部言及できないかもしれないですけど、まあ、あの正当防衛とかは、ね、言及しますけれども、えー、適宜参照して、えー、試験対策に役立てていただければと思いますはいじゃあ,あ、早速ですけれども中身に入っていきましょうで基本的に、えー、とこのテキストですね別冊のテキストの方を使っていくので、えーまあ、テキストといったらこれをいい指します。 えー、テキスト何ページというふうに指示しますのでテキストといったらこちらを指しますでレジュメについては、えー、と解析レジュメというふうに言いますのでそしたらこちらを参照してください、えー、ノートについては講義ノートというふうに言いますので,、はい、で資料編はあ,あ,あまり参照することはないかなとも思いますけれどもじゃあテキストのまず、えー、と第2章から早速、えー、体系順に従って解説をしていきましょうまず実行行為からですね テキストでいうと14ページ、ここから見ていきましょう、まずは自己行為の1つ目の重要論点として、不作違反の問題を扱います、で不作違反については、えー、と判例が一般的な要件は一般論としては示していないということで、まあ、学説においてはさまざまな整理の仕方があるということで、まあ、出題趣旨、平成22年。 えー、あるいは平成26年ですね、えー、結構不作違反は司法試験品質ですね、えー、この辺を見ておいていただくといいと思います。で、えーとまあ、答案、えー、次のページですけれども、代表的な答案上でね、論述上で見られた問題点として、えー、いくつかの点が指摘されているので、これも目を通しておいてください。えーまあ 特徴的なのはこの辺ですよね、作為義務を基礎づける具体的事実を十分に拾い上げていないと、えー、平成22年採点実感ですね、えーと。同じように、作為義務を基礎づける具体的事実と、こういう言い方になっています。えー、と 平成26年についても作為義務に触れていないとか作為義務の検討不十分とか、はい、なので、まあ、一番重要な要件であるところの作為義務ですね、えー、ここを中心に要件を整理していくと。 はいということになりますじゃあちょっと判例の検討枠組みというところを見ていきましょう、えー、判例1、えー、これがですねリーディングケース借地事件 でえー、作為義務を導き出す事情として2つの事情を指摘していたここを、ね、整理しておいてください1つはこの事故の責めに帰すべき自由により生命に具体的な危険を生じさせたという事情でもう1つは、えー、被害者の手当を全面的に委ねられた立場にあったという事故の行為によって危険を発生させかつ 手当を全面的に委ねられたということだから結局、死亡結果を防止できるというのもあなたしかいなかったよという状況ですよね、でこれが作為可能性、容意性と相まって、まあ、これ、明示的にこれは認定されてはいなかったけど当然の前提になっているという理解ですね、容意性、可能性と相まって作為義務が発生し、作為義務違反だから実行行為性があると。まあこういうような 認定になったと殺人、えーとまあ、作為による殺人と同志できると,ということになったんだよと、はい、でその借廷事件以前の判例、判例丸2もそうですけれども、以前の下級審裁判例も結局同じような事情に着目していました、えー、判例丸2も、ね、見ておいてほしいんですけど、事故の行為により死の切迫した危険を喪失したとかね、えー、救助を引き受けて被害者に喪失の支配領域に置いていたとか、 えー、あるいは作為に出ることが格別困難な事情も損しなかった、まあ、これは作為の容易性可能性と、えー、同じような事情を指摘しているということが分かると思います。はい、なので、作為義務を基礎づけてくる、まあ、作為義務違反という評価を基礎づけてくる事情として、判例が挙げているこの辺の代表的な事情ですね、えー、これ、ノートで見ておきましょう。 ノート1ページですけれども、作為義務というのは何々すべき義務と、でこの義務に違反すると実行・行為性を帯びると、じゃあ、この義務がどういう場合に発生するのか、これが一番重要なんですけれども、判例が重視している事情としては、先行行為による具体的な危険の喪失、事実上の引き受け等による排他的支配と、こういった事情を着目しているよと。 でさらに、まあ、作為の可能性容易性と相まって、えー、義務違反になるよと、はい、こういう整理ができるでしょうさて、いくつかの注意点を言っていきます検討上の注意点、えー、まず一つ目重要な保育に対する侵害の危険の切迫性、えー、と判例上不申請不作違反の実行行為性が肯定されたのは 殺人、えー、あと詐欺です、ね、あと放火、3つですね、えー、いずれも重要な法益で、その法益の侵害の危険性が具体的に切迫した時点と、えー、ここが重要ですね、やはり実行行為性を認定しているわけですから、危険の切迫、危険が具体,具体的な危険と、えー、だから抽象的な危険にすぎないという段階では、ね、い、え、ま、ー、だ実行行為とは言えないわけですから。 はい、すなわち、えー、このまま放置すれば、法益侵害結果が間違いなく発生してしまうというような状況下で、えー、禁止規範が命令規範に転嫁するよと、だからまあそこに例で書いておきましたけど、えー、ある朝、お母さんが健康で元気な赤ちゃんに殺意を持って一回だけミルクを与えなかったと、でミルクを与えなかった不作為、うん、これが殺人の実行行為だと、じゃあ殺人未遂罪成立とはならないと、危険が発生していないからね。 あくまでも実行行為性の検討だとここを忘れないでくださいしたがって危険性という視点が必要になるので危険性の視点からの検討あくまでもそのね重要な法規に対する危険が切迫した具体化したそういう時に作為義務が発生するよと。 そして作為義務の内容及び発生根拠ですけど作為義務の条件がまあ一番重要だというのは先ほど言った通りですけれどもこれはいずれもこの、ね、作為義務の内容は具体的な内容を持った義務だよと何々すべき義務というのは、ねえー、例えば救助義務とか保護義務とか、ねえー、こう漢字4文字で認定してはいけません、えー、救助義務と言われても何をして救助する義務なのかがわからない。 保護義務って言われても何をして保護するのか具体的な内容がわからないその義務の内容が具体的に認定されていないと結局何をしなかったことが実行行為なのかわからないから、えー、結局実行行為の内容が特定されていないという話になりますね、えー、だからあ例えば検察官が控訴事実を書くときに起訴状に控訴事実を書くときに、えー、被告人は救助義務に違反して、えー、っていうふうに書いたら これは実行行為の内容が全く特定されてないから、ね、被告人はいついつどこどこで誰々に対し救助義務に違反したものであると書かれると、ね、何が実行行為か全く分からないでしょそれだとまあ間違いなく訴因不特定ですよね。 棄却ということになっちゃうわけで、結局、これは義務の内容を特定するということは実行行,為の実行行為を具体的に特定するという作業に他ならないんだと、そういう意識を持ってください、だから判例も必ず、ね、内容を特定してますよね、直ちに患者の生命を維持するために必要な医療措置を受けさせる義務と。 だから自分で手当てする義務じゃなくてもう必要な医療措置を受けさせる義務病院に連れてって医者に見せるそういう義務なんでそれをしなかったことが作為義務違反になるわけですよ。自分で何か手当てしてたとしても、えー、私、義務果たしましたよと自分であの看病しましたと市販の薬をあげましたとか。 ばんそを貼りましたとか看,看病してたから私は義務違反ありませんよとかそういうことを仮に被告人が弁解したとしても、えー、それは認められないよねとな,なぜなら義務の内容はこういう内容です自分で手当てしてもダメだと病院に連れてってきちんと医者に見せるとそういう義務なんだよ、えー、同じですよね判例丸にも えー、暴行による総傷の悪化を防止し、その生命を維持するため、同情して医師による治療を受けさせるべき義務だとか、救急車を呼ぶなどして病院に搬送して医師による医療行為を受けさせる義務とか、すべて、えーまあ、殺人罪の文脈では、ですね殺人罪の事案では、まあ、基本的には医者に見せる義務になってますよね、病院に連れてって医療措置を受けさせる義務と、えー、それをやらなかったことによって、義務違反、えー、実行行為だということになっています。はい 先ほども言ったように実行行為を特定する作業なんだからここを抽象的にね義務の内容を抽象的にしか認定していないと実行行為が不特定になるよということを注意してください採点実感でもその点が指摘されていると削、まあ、作業義務の内容とかね実行行為をどの行為をどの実行行為としているのかわからないとかねこういうことが指摘されています。 さあ、えー、と作為義務を発生させる基礎、えー、と事実関係としては基礎付ける事実関係としては先ほど見たように先行行為による危険の喪失という事情と、えー、事実上の引き受け等による排他的支配の設定とこれが、ねえー、重視されていたよと簡単に言うと原因を作ったものでありかつ結果をコントロールできたものであればと、えー、作為義務が発生するんだよと,、えー、と注意すべき点は先行行為について 単に先行行為をしたから作為義務が発生するって書くそういう書き方をしている答案って結構あるんですけれども先行行為をしたからじゃないんですよねしたからだけでは不十分したから何なのかと先行行為があったからだから何なのかと判例は、ね、原因を作ったのはあなたなんだよということを作為義務を発生させる基礎づける根拠事情としているわけですから結局ここでも危険性ですねこの視点が重要と。 先行行為をしたからじゃなくて先行行為によって危険を発生させたのがあなただから原因があなたにあるからだから義務が生じるんだと結果を防止する義務が生じるんだとういうことですね。 えー、判例の認定の仕方もさあ事故の責めに期すべき自由により具体的な危険を生じさせたとか事故の行為により死亡させる切迫した危険を生じさせたとかあ事故の暴行に伴う先行行為によって生命に具体的かつ重大な危険を生じさせた全て危険を生じさせたという認定なんですよ、ね、先行行為があるよとか先行行為をしたんだよという認定だけじゃないそれによって危険を生じさせた、えー、このような視点からすればあ単に先行行為の存在を指摘するだけでなくさらに一歩踏み込んでその先行行為に起因して え少なくともその先行行為が何らかの寄与をして法益侵害の切迫した危険が発生したと言えるのかとここをねえ論述していく必要があるよと、はいえー、まあ不作為のようにえと定型性、類型性の弱い行為にえ殺人の実行行為性を検討させる問題というのは司法試験ではえとかなり品質の類型だよということね。 えー、それをちょっとここに書いておいたのでここはまあ目を通して読んでおいていただければと思います、まあ、要はナイフで刺すとかさ首を絞めるとピストルで撃つとかこういう行為が殺人罪の実行行為性があるということ自体は問題ないじゃないですかそういう定型的な定型性、類型性の強い行為であれば、えー、ピストルで撃ち抜くだとか首を絞めるだとかそういう行為が殺人の実行行為に当たるかってここを検討するっていうのはそんな問題ないじゃないですか。 だから、えー、殺人の実行行為性がメインの論点で出題される場合っていうのは大抵はこういう定型性、類型性が弱い行為なんですよね。それ本当に殺人の実行行為って言えるのっていうふうに、まあ、普通の人はそれ疑問になるようなそういう行為に殺人の実行行為性があるかどうかを検討させるこれが司法試験の一、まあ、つの出題パターンということになります、まあ、このあとやる間接性犯とかも同じ話ですよね。えー、だからあ 例えば一般の人にアンケートを取ってさ、えー、殺人の実行行為と言われたらどんな行為を思い浮かべますかというふうふに聞いてみたときに、えー、赤ちゃん、えー、とお母さんが赤ちゃんにミルクを与えない行為ですとかね、えーえー、そんなことを答える人はまずいないわけで,であるいは間接性犯でいうと例えばお医者さんが毒入り注射を看護師に渡して情報を知らない看護師に、えー、患者に毒入り注射を打たせて注射させて殺す行為ですとかね。 えそういうい間接性犯のまあ実行行為性とか、そういう要は累計性、定型性が弱い行為、これが殺人の実行行為かどうかが問題になるような、そういう問題なんですね、司法試験で出題されるのえ殺人の実行行為で何が思い浮かびますかと言われて、今言ったような行為をあのパッと答えるような人は普通はいないはずですよね、それが定型性、累計性が弱いという意味です。 そ,れをそういう行為を答える人がいたらその人はもう、ね、確実に法学部出身の人なわけですから法学部出身以外の人はそんなこと答えないわけですから本当にこれが殺人の実行行為なんですかっていう、ね、そこが一般的に疑問になるようなそういう行為に殺人の実行行為性の検討を求めるというのが司法試験の出題と。 で、えっと、次の作為のこの容易性可能性とこちらのこの要件の理解の仕方これはちょっと難しいですこの作為の容易性可能性という要件についてはこれ厳密に言うと2つの要素があるんですね作為の可能性容易性という要素の中には一つは当該作為を成し得たことという意味では 作為の履行可能性という問題、当該作為によって結果発生を防止し得たことという意味では結果発生防止の蓋然性と、2つの意味、まあその作為に、そもそもその作為に出ることができたかという問題と、その作為に出ていれば結果を防げたのかという問題。 でこれがいずれも実行行為の要件であるというふうふに考えるのが、まあ、考え方1位ですけれどもこの2つの要素が充足されて初めて作為義務違反だという評価になる、まあ、確かに法は不可能を強制できないということであれば例えば金づちで泳げないお父さんがあの子供が川で溺れている助けに行けないこれはしょうがないと法は不可能を強制できないと、まあ、同じようにいくら頑張ってもこの川の流れでは、ねえー、自分が え,ー例えね、金ずしじゃなくて泳げたとしても、ね、この例えば台風の後で増水しててとかでさ、この川の流れの中で、ね、自分が入っていけばあ両方死んでしまうだろうと、ねえー、どんなに頑張っても助けられなかっただろうと結果発生を防止できなかっただろうという状況下でもやっぱりそれは法は不可能を強制できないと。それが義務違反だという評価にはならないだろうと。 まあこう考えるといずれの要素も満たさないと実行行為性はないだろうと実行行為と認められないだろうという考え方になりますねこの丸二のことを特に殺人罪の場合は結果発生防止の該前性ですから結果殺人罪の場合は死亡結果死亡結果を防止でき,たできる該前性という意味なので、まあ、救命可能性という言い方をすることがありますねこの救命可能性の位置づけという問題だけれども これに対して、この救命可能性については、えー、行為時点における事情に基づく、行為時点の事情に基づく結果回避可能性の判断だということになるので、これは不作為と結果との因果関係に位置づけられると、こういうふうに整理する考え方もありえます、結果回避可能性をね。 えと皆さんよくご存知の、まあ判例 ③、十中八九の判例ね、十中八九道場の究明が可能だったっていう、これは因果関係に位置づけて認定した判例と、えー、道場の究明は合理的な疑いを超える程度に確実であったということから、因果関係が認められると、まあ、そういうふうに言った判例です。 でえー、因果関係に位置づける場合は結局、えー、因果関係を否定すると、ねえー、未遂罪の可能性があるってここがちょっと、ね、注意点ですよね。どちらに位置づけるかっていうのはそれは、まあ、あの見解はいずれもありうるんでしょうけれども、えーとね、最近の判例は下級審の裁判例とかを見ると、えー、因果関係ではなく実行行為の方に位置づけるという傾向が強いかなという気がします。えー、とこの 十中八九の判例はこれ最高裁判例だけれども殺人罪の事案じゃないんですよね保護責任者遺棄致死の事案で遺棄致死、だから結果的過重犯の過重結果の部分の認定なんだよね因果関係の認定なんですよねで殺人犯みたいに結果犯の場合はそもそもがねその結果回避可能性が全くないという状況で作為義務というのが認められるのかと。 法案不可能を強制できないという,ふうに考えるのであれば結果発生がおよそ不可能であったのに作為義務って発生するのかとあるいは作為義務違反だという評価が妥当するのかとそう考えると実行行為性の方が否定されるという話になるんですよね最近の下級指針の傾向はそちらが強いと。例例えば 判例丸5とかもだ、ねえー、そういう位置づけになっているんだよね判例丸5も、えー、救命可能性や延命可能性があったとは言えない、まあ、延命可能性はいいけど救命可能性がまさにこの要素だな、えー、救命可能性があったとは言えないでそうすると実行殺人罪の場合は実行,行為性を欠くという言い方になっているよねだから殺人未遂も成立しないとこれが結論。 えこの判例は、判例丸のあとで参考判例を見といてほしいんですけど、不作為による殺人が成立するには、結局、要件をだから作為義務、作為の可能性、容易性から独立させておよび救命可能性という形で、ここにも救命可能性という形で実行行為の要件に置いちゃってるような書き方だよね、因果関係の問題としては位置づけてない、それゆえ,え詐欺未遂も成立しないと、救命可能性が否定されるとね。 殺人罪の場合はこれが最近の下級審の傾向かなと思いますでこれに対してさっきも言ったけどあくまで因果関係に位置づけるよという見解もあります、えー、因果関係の要件のうちその1段階目の判断、まあ、いわゆる条件関係だよね不作為の場合の条件関係、まあ、あ作為犯の場合は荒れなければこれなし っていう公式になりますけど不作為の場合は、家庭的判断になるとあれあればこれなしともし作為があれば結果発生しなかっただろうという蓋然性だよねこれが結果発生防止の蓋然性、救命可能性これは条件関係であるとだから因果関係判断の第1段階目の判断なんだとこういう位置づけになりますだからちょっとややこしい話ですけれども整理しておくと えー、あくまでも実行行為に位置づけ、えーと、ノート2ページ目ですけど、実行行為に位置づけて、ね、この作為可能性という、実行行為の要件に位置づけて、結果回避可能性を問題にすると、えー、こういう位置づけで整理する見解と。 実行行為を基礎づける要件としての作為可能性は履行可能性の問題だけ、当該作為ができたか否かの問題だけ、当該作為ができていれば結果,が発,結果発生が防止できたかの問題はこっちに位置づけると、因果関係に位置づけると、実、は、行、い、行為に位置づけるのか、因果関係に位置づけるのかと、こういう整理の仕方 2つの整理の仕方があるでしょう、で違いは何かというと、先ほども言ったようにこの結果回避可能性が否定されたときに、こっちは実行行為性が否定されるから、も成立しないですね実行行為に位置づけていれば、ところが、こちらの因果関係に位置づける見解でいくと、実行行為はもう肯定されちゃってるので、因果関係否定するということで、未遂成立の余地があると、ここが結論、違ってくるところ。 と、まあ、ということで、まあ、位置づけがあーどちらに位置づけるかということで2つ見解があるということで整理しておいていただければいいと思います。